反宗教主義とは宗教に反対する思想のことである。ヨーロッパではフランス革命を機に政治の実際の政策に登場するようになり、マルクスがそれを評価したことで、その後の社会主義にも反映されていった。ただし、無神論に基づく帰郷運動もあれば、理神論に基づく古い宗教の改革運動もあり、内容は一概には言えない。 一部のマルクス主義者は宗教に対して否定的な立場を取ることがある。実際、ロシア革命以降、ソ連やアルバニア、中華人民共和国などの共産主義国家において政策として宗教が弾圧され、聖職者が殺害されたり教会が破壊された。その根拠としては、カール・マルクスが宗教をアヘンになぞらえたことが挙げられることがある。 マルクスのヘーゲル法哲学批判所論に宗教は逆境に悩める者の,のため息であり、それは民衆のアヘンであるとあるが、この文章に先立ち、ドイツの詩人でマルクスの親友でもあるハインリヒハイネの1840年の著作ルートビヒボーン法中の宗教は救いのない苦しむ人々のための精神的なアヘンであるという文章があるとの指摘がある。 またその背景に先立ちのバーリスの談笑集、花粉に同様の文章がある。このアヘンについては、ヘーゲル法哲学批判所論に痛み止めである旨の記述もあり、当時の緩和医療での疼痛などの痛み止めとして使用される医薬品の意であり、麻薬を強調したものではなかった。宗教的世界観は科学的事実としばしば衝突してきた。近現代においても、 宗教的世界観に基づく創造論、インテリジェントデザイン論が公教育の場で教えられるべきであるという主張がアメリカ合衆国でなされ、それに反対する人々と論争になっている。動物行動学者のリチャード・ドーキンスは、そのような主張に真っ向から反対し、宗教をそのものに対しても有害でしかないとする立場をとっている。ただし、すべての科学者が 反宗教的であるというわけではなく、スティーブン・ J ・グールドをはじめとする科学者たちは、科学の領域を宗教が侵さない限りは、問題としない立場をとっている。第59号レリジョンオピウム1997.1103 H. T. T. P. S. コロンスラッシュスラッシュ M. ダ R. E. P. O. ドットリブドットメージドッ AC. J. P. スラッシュ D. S. P. A. C. E. スラッシュ B. I. T. S. T. R. E. M. スラッシュ一レイ二九一スラッシュ七四レイ一スラッシュ一スラッシュ B. U. N. G. E. I. K. E. N. K. は U. 十八六十九。P. D. F. のバーリスロン。ありがとうございます。